ミスターシュです。まさきだ。昨年に続き JA 共催全国小中学生交通安全ポスターコンクールとコラボすることになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。JA 共催が事故のない社会を目指してスタートしたもので、なんと今年で50回目を迎える歴史あるコンクールになってます。すげえ。50。50回ですよ。何人の方が参加されたんだろうね。これね。900万人ぐらい。すげえ。940万人。すげえ。940枚も確認するのもすごいね。そりゃそうだね。後ろの絵を見ていきましょう。ね、見てこれ今まで受賞された方のやつだね。はい。昭和47年のこの絵が欲しいよ。ね。記憶バレ。子供、自転車、お年寄り。でかい車両だから見えませんよっていうことなんですね。合ってますか？シートベルト。はあ。このぐらいの時からシートベルトの着用が義務化されたんで。あ、字がすげえ丁寧に書かれてますね。運転する方もね、寝る方もライトないと分かる。ライトライトなくなったな。暗闇の中は怖いですよ。部屋が無灯火になってあ、車間距離だ。あー、こっから、うん、近いと怖いからね。横断歩道は手を挙げて。分かりやすい。もう平成13年だ。13年、うん、この女の子ももう多分運転してる可能性あるからね。あるよ、そうだろうね。大人になってるよ、まあ、酔っ払ってる方ってさ、まあ実際にはものすごい赤くなる人も本当にいるから、こんな感じだろうなっていうのが分かりやすく表現されてる、これがさ、小学5年生で書いてるのがそうぐらい。すごい。俺元木？ね、元木みたいだよ。僕も被るよ、ヘルメット。あー、ヘルメット、ヘルメットか。周り見えてる。あー、もうこれもう現代じゃん。すごい、スマートフォン。そう、交通量多い中返してるラインだけど、そんなに大事な内容なのかな。これここにね、歴史が書いてあるよ。はい、ね、JA 共催全国小中学生交通安全ポスターコンクールとは、小中学生が交通安全の意識を社会に広げるっていうのもすごいよね。ね、そうだね。だからそれによって大人もさ、ちょっとしょっと思えるもん、ね。まあそうだね、歴史あるということが分かりましたね、皆さんも、はい。今年もね、交通安全ポスターを書くんですけど、はい、その前に実際に運転しながら交通安全のルールを学んでいいポスターにしましょう。はい、おお、外へ行きましょう。ちょっとここから司会僕変わらせていただきます。ちょっとお二人には外に出ていただきます。えー、行きましょう、学びましょう。運転か。はい、ということで外にやってまいりました。はい、大宮ファインモータースクールさんに来ております。なんと、はい、おお、すごいね。なんか懐かしいよ、この景色。教習所でございます。こちらでですね、今日やりたいのは、はい、ゴーカートでコースを走っていただきます。ゴーカート。なので免許の有無は今日関係ありません。よかったね。あぶねー、ねえからな。そう、だからマサイは免許を持っていて、はい、シルカ免許を持っていないと、そう、私は教習を全て卒業したのに試験場にたどり着けなくて何も免許を持っていないのだ。だから一応運転の経験はあるんだよな。そう、だから運転の経験はある。そう、教習所は卒業したけど免許はないと。そう、試験場行ってくださいって言われたんだけど、方向音痴すぎてその試験場がわからなかった。そうで、期限が最終日で切れると。切れました。そんなことあったね。ゴーカートに乗ってもらって早くゴールしてもらった方が勝ちとなります。教習所一発目の実習、一発目でそんな速度出すやついないって言われた男だぞ。お前やばいね。じゃあ発進してください。わー。今日はですね、コース内にいくつもの交通安全に関するチェックポイントがございます。おお。で、教官の方も上から見てます。おー、教官の方もいる。ルールやマナーを守らない方、そんなドライバーは減点対象となりますので。はい、だろうな。はい、ということで、もしミスるとタイムが加算されます。タイム。ああ、そういうことね。タイムアタックだから、まあ上乗せされてっちゃう。そう、基本的にはタイムアタックなんで、できるだけ早く安全に。めっちゃむずいこと言ってるじゃん。そう、まあとりあえずスピード出したでしょ。違います。交通安全タイムアタックだよこれ。ああ、まあルールを守りながら楽しくやってくださいね。そう、カードゲームみたいですか。そうだね。めちゃめちゃ交通安全マンなのよ。あ、まあそうだね。ルールとか超守る人だから。めっちゃ守る。ちょっとハードル上げますから。じゃあまさに後で、じゃあ自分が合ってると思う通りに走ってください。間違えると思って堂々とやれば。間違えても後で教えてもらえるんで、ルールが。そう、そういう馬なんだ今日。じゃあ堂々とします。怖っ。標識とかもあるから、そこはちゃんと覚えてる。あ、標識は覚えてない。そう。標識は覚えてない。覚えてるってやつじゃなかった。勘でね。じゃあ早速シルク君からゴーカート乗っていただきましょう。はい、こちらが本日2人乗っていただくゴーカートです。はい、ちゃんと出したら35キロぐらいなんで。はい、教習所だいたい30キロぐらいだもんね。そうそうそう。じゃあシルク君、こちら乗っていただけますんで。はいはいはい。え、スタートしないよ。今まだエンジンついてないんで。ああ、なんだ。ギーコーギーコーじゃないから安心して。あ、そうか。これこうやって多分行く気満々だった。交通公園じゃねえよ。地元のやつですね。これこれで行く気満々だった今。だから30キロも出るっていうから、めちゃくちゃ効果だ。おっさんも行くやつだな。ああ、こうやってやれば出るんだ。そうなんですよ。すげえ俺に可能性見出してくれてると思って。優しい方たちだと思ったんです。コーンとかが立ってるんで、道は
まあ分かります。俺教習所でコーンに従ってくださいで、ね、道迷ったことあるの。すげえ。じゃあ早速本番の準備入りましょう。はい、あいつヤバそうだな。大学生ぶりつてあいつヤバそうだ な, なんか間違ったことがあれば後で教えますんで。間違いを恐れずに習うためにあるのが教習所だからな。開き直った。ファーストチャレンジャーシルクロード、タイムアタックなんでできるだけ急いでください。かつ交通安全を守ってください。よし、行きましょう。レディーファイヤー。おー、早い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 。結構なスピードでコーナーに入っていったね。一応ね、何度も言いますがこれ交通安全の動画ですからね。そうだよ。あ、こっちか、左こっちか。あー、電話来た電話来た。走る。どこ行く。何ですか、着信が来た。めちゃめちゃ真ん中で電話出てるよ、あいつ。やばいな。めちゃめちゃ交差点のど真ん中で車を止めています。これは迷惑ですよね。めちゃくちゃ迷惑、迷惑ですよね。健康でございます、うん、まあね、後で怒りますが、はい、まあ彼なりに今進んでおります。さあ、踏切、踏切だ。電車来る。あ、偉いね、ちゃんと踏切の前で止まってます、うん、ねえ、で、電車は。いや、ウインカー、チッ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 。あー、なに、あー、なに。なんか急に安全運転になったね。どうしたんだろう、あんなに電話出てたのに。意外とスピード出て怖いの。うん、なんだ。問題です。あ、反射材をつけた場合、何メートル先まで車に気づいてもらうことができるでしょうか。知らねえ。1番27メートル、2番38メートル、3番57メートルです。プールぐらいだから27メートル。残念。え、正解は3番の57メートルでした。そんな遠くまで行けんの。はい。へえ、勉強になった。うわー、早くない俺。めちゃくちゃ S 字クランクこんな飛ばすやつ初めて見たんだけど。あんなスピード出せないんだけど、ね、まあレースだからね、うん、全然線超えましたね、うん、あれ一時停止だっけ、あれって。なんかいる、誰。えらい、ゴーシュ優先。おーおー、止まった止まった、うん、俺ぐらい言えよ。さあ、コースの終盤です、はい、道はこっちにもある。いいのか、合ってるのか。いや、多分ね、多分違うね。一応まっすぐ。シルク、車を停車しながら道に迷っております。この車はバックができませんが、どうする。曲がった曲がった、まさかの、まあ、展開禁止じゃないから。まさかの展開。おいそれはさあ、これどこに行ってしまうのか、シルクロード。これはなんだ、これは行き止まりか。どこに行くんだ、どこに行くんだ。シルクロード、お前は一体どこに行くんだ。さあ、木の陰で見やすが出てきたね、ぐにゃぐにゃ。あ、パイロンがある。行き止まりですね。さあ、シルク道に迷いました。このゴーカートはバックができません。さあ、どうする、シルクロード。待って、あ、これバックない。さあ、バックできないぞ。あ、気づきました、バックができないそう、この車バックできませんが、はい、さあ、シルクどうする。足で下がる。もうコース外れてるんだよね。ね、そもそもね、縦列駐車だ。縦列駐車はしません。めちゃめちゃめちゃ迷ってんじゃん。ここ車内だよ。これ縦列駐車してってこと。縦列駐車した。なんとかポイントを稼ごうとしてる。あ、いいね。まあこれも決まった感出すなよ。まあ多分3つだよな、この。そう、いやでも多分彼なりに縦列駐車がポイントだと思ったんだろうね。もう多分終盤です、コース。おお、青、ギリギリを通ろう。こんな感じだった気がする。やばいね、あいつがハンドル握ってんの。止まりました、うん、えらい、ちゃんと止まった。ふぅ、標識はやっぱちゃんと見てるね。ね、うん、どうやら多分彼道だけがわからないみたい。おお、もう一周しようとしてんだ。シルク、シルク帰ってきて。楽しい。シルクロードゴールでございます。はい、お疲れ様です。めっちゃ楽しかったよ。まあ、タイムは後ほど発表するんで、はい、まあね、一回シルクの運転見てるんで、マサイは。
見ました、たっぷり。いや、ほんとね、免許取らなくてよかったと思う。マセイ君、頼むよ。はい、任せてください。頼むよってことはダメだったんだね。さ、それはわかりませんね。いや、ダメだったさ、今めちゃめちゃゆっくりって、俺、ほんとに。いや、まあ、ね、まあ、ゆっくりかどうかは別に、もうどうでもいい。あ、どうなさるの。そこじゃない。まあ、一回マサイの見てまた学びましょう。おう、ということで、マサイ君、乗っていただきましたが、やっぱいつもと全然違う視点だわ。車高低すぎ。車高が高くても低くてもルールは一緒なんで、車が何度あれ変わんないと。なんで交通安全を守りながらタイムアタックです。え、いけそう？まあ普通に運転するよ。じゃあマサイ君、レディーゴー。は、遅っ、舐めとるやん、まあ、え、めっちゃ舐めてない？遅くない？お楽しみに。ちょっと安全すぎるかも。遅くないあれ。ちょっとね、いや、まあわかるよ、そう、急発進しなかったのは偉いんだけど、まあ、確かにちょっと遅いかもしれない。心のブレーキすごいな。電話出ませんよ。ハンズフリーじゃねえもん、この車。さっきシルクでも電話なってたでしょ。なったなった。ダーマからなんか来たよ。そう、シルクはちなみにこの辺で止まって出たもんね。出た。マサイは電話には触れず、あ、踏切で左右確認。あ、左右確認だったな。思い出した。チッカ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 。さあ、かなりゆっくりですが安全に進んでおります。さあ、この先にはなんだ、問題。はい、ここではクイズです。はい、高齢者マークは何歳以上がつけるもの、3択クイズです。1番65歳以上、2番70歳以上、3番75歳以上。2です。正解です。はい、どうぞ。安全安全。まあね、俺ここめっちゃ良かったね。言わせてもらうと S 字クランクあんな高速で行くやつ初めて見たけど。本当に本当に。これ史上初。曲がるよ。このスピードが正解。あ、これだってS 字はね。どうぞ。あ、いいね。ちゃんと。俺も言わなかったよ、この人。まあ、いや、別に俺関係ないから。俺言えよって言って、とりあえずガラ悪。赤信号ですね。え、あいつ無視してる。お前が無視してんだよ。え、いや、じゃあ、いや、こっちが正解です。え、重列駐車。青信号はね、なった瞬間には出さないこと。スピード曲がります。はい、止まれですね。一時停止です。ピタッて止まってすぐ行くんじゃない、だいたい3秒ぐらい待ちましょうね。ちゃんと確認して3秒です。でも大丈夫ですね。さあ、最後の直線です。で、何もないんでスピード出しましょう。大丈夫ですからね。はい、ゴール。はい、ゴール。ごめん、左右確認。ごめん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 。はい、ということでマサイ君ゴールでございます。お疲れ様です。じゃあ結果発表。はい、はい、どうなってんだろう。今回の安全運転対決、はい、シルク君の合計タイム6分45秒、マサイ君3分13秒。早くね。嘘だよ。それは嘘。それは嘘でしょ。ということで、この勝負マサイの勝利でございます。やっと、俺は納得いかんわ。2人のチェックポイント紹介、今回ね、6ポイントチェックしました。シルク君が4箇所間違え、なんとマサイ君全問正解でございます。完璧な安全運転でございます。だからマサイのタイムはもう一切加算なしです、今回で。シルク君、残念ながらですね、6ポイントのうち4ポイントも間違えております。シルク君ね、まず1個目、はい、これながらスマホ出た。てか、ワン切りされた。なんでお前怒ってんだよ。いや、ワン切りやばくない？まあね、道路のど真ん中で車を停車して電話に出たんです。もうゲノゲです。ながらスマホですね。まあ運転中電話気になりましたね。気になった。まあね、画面を見たりとかすると、その再び前を見るまでに時間2秒かかっちゃうんです。車が仮にね、これ時速30キロで走ってた場合、2秒間で進む距離 16.7m 進んだよ。 16.7 結構だな。ちゃんと横に止まればよかったんだよな。そう、止まった場所が、場所が止まんなくない？いや、見たことない。ちょっと道路のど真ん中で携帯出てる。俺助手席に行ったら、なんであいつって言ってるわ、でしょ。大納得でしょ。踏切ちゃんと一時停止して、はい、左右確認2人ともできてました。はい、した。飛び出し2人とも OK です。はい、はい、小学生の歩行中の交通事故原因第1位、なんと飛び出しです。うん、まあまあ、かもしれない運転でしょ。そうヒヤリハットでしょ。そう、それです。それは覚えてた。車の影とかでできるだけ遊ばないようにしてください。こちら、はい、信号のない横断歩道、自転車を持った方が通過しましたね。横断したのに何もないの。お礼がないの。で、どうしたのシルクは。お礼言えよって。
言ったの。言ったよ。やばいな。外出たらさすがに言わんよ。教習所だから言うよ。お礼は言いましょうっていう教えがあるから。はい、信号のない横断歩道で歩行者が渡ろうとしてる場合、一時停止します。歩行者に思いやりの気持ちを持って接しましょう。思いやりはあるって。あそこでお礼を言わなかったら今後言えない人間になってしまう可能性がある。思いやりがすごい。信号俺ダメだった。シェイク、これ一応罰でした。なんできちんと左右確認してから。あ、それはしてねえわ。急発進になってしまうんで、まあ青信号でもまあ違反をしてる人が来るかもしれないんで、左右を確認、安全確認をして渡りましょうっていうところでシェイクは罰がついてる。あー、まあ確かに左右確認してなかったな。俺の頭の中にはもうタイムアタックだと思ってたから。まあそうだな。左右なんかとりあえずいい、とりあえずもう進まなきゃと思って。まあね、まあ所内ですけど今後は気をつけて。まあそうね。車両機黄色信号は急げ注意ではなく止まれの合図です。ああ、ここ大事ですね。これはもうそうね。うん、歩行者用青信号の点滅も黄色信号と同じで道路の横断を始めてはいけません。一時停止の道路標識、まさいくんはしっかり一時停止してました。はい、信号も一時停止もしっかり左右を確認してから渡ってください。ああ、左右確認は多分ねしてないね今回。うん、お前さ全然関係ない道入ってたのよ実は。縦列駐車。おう、そう、あれ関係ないの？立ってなかったよ。ほらもうだってさ見て、縦列駐車って項目がそもそもないのよ。だって12番空いてんだもん。確かにね、今よく見ると閉じとけよって話になるやろ。怖い怖い怖い。パイロンに従えって言ってたからパイロンないんだ。行くやろ。まあまあまあ行くやろ。進んで左側に12番空いてたら行くやろ。いやでも12の行き方非常に悪かったよ。それは認める。え、でも12は行かなくてよかったの。12は行かなくてよかったです。まあそこに行ってしまったことはまあしょうがない、こちらのミスかもしれないんで。いや俺も心が痛かったよ。こんなん絶対やっちゃダメだと思うけど、もうそれしかなかった。あれがまかり通ると思ってやってないよ。まあね、ダメだと思ったけど、バックがないしパイロンが邪魔してくんの。10に行く道はもうこれしかないって。で行ったら行き止まりだったでしょ。何にもなかった。だからダメなの。だから縦列駐車だけやった。そう、あのね、まあすっげえ面白かったけど間違いです。はい、こちら一時停止です。でこれが自転車および歩行者専用のやつです。車とか入っちゃダメと。はい、はいはい、こちら通行止め、歩行者側が見る標識もあるから、まあ、どちらもね、まあ、ご家族だったりみんなで確認するようにしてください。はい、みんなで気をつけていきましょうって話です。はい、うん、だから俺が単純にクソほどスピード出して、うん、要点守らずに遠回りしたってだけでしょ。うん、そう、ダメじゃん。ダメ。まあそれを勉強しましょうってやつだから、まあいいダメなれ、逆にいいダメなれって何、哲学。まあこれを通してみんなが学んでくれればOK としましょう。今日はウィンカーがなかったんだよ。いやそれはごめん。だウィンカーって言ったけど、あれはいいの。まあ、あれは煽り。煽りではないかな。ウィンカー、そう、そこは偉かった。ちゃんとね、信号手信号やってたから。多分2回ぐらいしかやってない。いやあれよ、最後はね。交通安全のポスターを皆さんに書いていただけます。はい、はい、まあ、誰かに伝えるっていうのがさらに大事なんで、まあ、動画どうしてもですが、この後みんなでポスターを書いていきましょう。はい、ということで室内に参りました。はい、はい、皆さんご着席ください。はい、わかりました。はい、ということでですね、まあ後ろにもたくさんポスターがあるんですけど、うん、まあ我々もせっかくなんで、まあ、さっきの経験もあると思うんで、はい、ポスターを書いていきましょう。おー、はい、じゃあちょっとそれぞれテーマ、はい、発表していってください。一時停止です。あー、はい、大事。一発目にちゃんとミスっていたながらスマホでございます。あー、はい、飛び出し注意でいきたいと思います。はい、おー、まあ時間もかかると思うんで書いていきましょう。よし、大体頭とかあるよね。そう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 。ちょっと絵の具分けてもらっていい？お、いいよ別に。ちょっとおかずみたいな感じでいくんだね。何歳絵の具かすとどうぞ。黄色がなくなる。黄色がね、すごい使うじゃん。一回全面黄色塗らないといけない関係でね。主食なのってくらい黄色持ってくじゃん。ぶっちゃけこういうの迷うよりね、ネットで書いてもいい。じゃあちょっとそれぞれ頑張っていきましょう。はい、はい、はい、ということで、うん、皆さん完成しました。はい、書きましたよ。じゃあそれぞれのポスター一気に発表します。せーの、よいしょー。あ、やっぱうまいなお前ら。え、お前らめっちゃうまいよ。スマホを見てるじゃん、ながらスマホでしょ。で、運転してるでしょ。で、事故っちゃったでしょ。でもひび割れてんのフロントガラスじゃないの。うわ、この映像を見てんだ。そう、この映像を見てる人がながらスマホでっていう。うわ、やだな。これが、これ自体がスマホだ。うわ、すごい上手だけど、なんか怖いね。そう、やっぱ怖くなった。俺ちょっとね、あんまり絵がそもそもそんなに得意じゃないけど、なんかこうやって伝えることで分かりやすく伝わるかなと思って。前回のでっかい字、もう堤防なんだよ。海だ。本来このシチュエーションに止まるってマークがないんだけど。ないね。この場合って絶対止まるでしょ。この標識があった時は、まあ、向こうが崖とか海であることを考えろ。そうすればみんな止まるだろうってこと言いたい。そういうことか。まあいいね、そんな感じでそれぞれ結構上手に描けた。他の3人にも描いてもらいたい。そうだね。うん、まあということでですね、これ実はこの我々の描いたポスターが、はい、全国8カ所の主要駅に貼り出されます。うーわー。
全国8カ所って結構すごいですね。ねどでかいな。またそして僕たちが書いた交通安全ポスターを使用したキャンペーンも実施されます。わありがとうございます、はい、みんなも参加してね、一緒にあの交通安全広めましょう、ね、ぜひぜひ、はい、お願いします。お願いします。キャンペーンの詳細は特設サイトでも見ることができます、うん、ぜひ確認してみてください。はい、はい、それではせーの、アデュー、書いてね。動画見てくれてありがとう。セカンドリー、ツイッター、インスタグラム、他にもいろいろやってます。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。